チャンネル。廃棄物はまず事業者が出す産業廃棄物と一般家庭から出る一般廃棄物の2つに分類されます。そして産業廃棄物は20種類に分けられています。さらに木くずや紙くずのように排出する事業者の業種が限定されてしまっているものが7種類あります。これらに該当しない廃棄物はたとえ事業者が出す廃棄物でも産業廃棄物ではなく事業系の一般廃棄物となるのです。ゴミの分類が違うということはもしかしてゴミを出す場所や出し先も違うということかしら。ピンポーン。国立市の場合、事業系一般廃棄物の処理の方法は3つあるよ。その前に1つ知っておいてほしいのは事業系のゴミの大原則。それは事業者の自己処理が原則だということ。家庭のゴミは市区町村で処理するものだけれど、事業系のゴミは原則として事業者自らの責任で処理するという決まりになっているんだ。でも普通の会社にはゴミを処理できる施設なんてないんじゃない？そうだね。だからそういう時は事業者自ら処理できる施設に自社運搬する。これが一つ目の方法。たまにならいいけど、ゴミは毎日出るものだし、毎回自分たちで処理施設に持っていくのは難しいと思うな。そこで2つ目の方法、処理施設への運搬を収集運搬業者にお願いすることができるんだよ。つまりお金を払ってゴミを運んでもらうんだ。なんだ、運んでもらえるんだ。でもゴミって誰が運んでくれるの？事業系一般廃棄物を収集運搬できるのは市内で一般廃棄物の収集運搬の資格を持っている業者だけなんだ。国立市の許可事業者の一覧は概要欄に貼っておくよ。もちろんリストも入ってる。ちなみにゴミを処理するには運んでもらう費用と処分してもらう費用の2種類かかるので注意してね。事業系一般廃棄物の処理方法は3つあるのよね。1つ目は自分で処理施設に運ぶ。2つ目は業者さんに委託して運んでもらう。あと1つは？これは国立市の場合なんだけど、1日のゴミの量が平均して10キロ未満の事業者に限り、一般家庭から出るゴミと一緒に回収してくれるんだ。10キロ未満か。5キログラムの米袋2つ分ね。それだと費用はかからないの？事業系有料ゴミ処理袋を買って出してもらうので、その袋代が費用だね。45リットル程度の大袋と半分の 22.5 リットル程度の小袋、それからシュレッダーの紙ゴミを捨てる紙袋があるんだ。それぞれ値段は違うけれど、家庭用のゴミを出す袋よりは値段は高めになっているんだよ。専用のゴミ袋を買って出せばいいのね。ゴミ袋はどこに出したらいいのかしら？基本的にはそのエリアの家庭ゴミの収集場所と同じ。例えば自宅が事業所の場合、家庭ゴミと事業系ゴミは袋を分けて出すのがルールなんだ。時間は収集日当日、朝8時30分までに出してね。今話したのは事業系一般廃棄物の話だからね。事業者が出すゴミのうち産業廃棄物に分類されるものは、産業廃棄物の収集運搬業者と処理業者に委託してください。え？産業廃棄物と一般廃棄物では業者が別々なの？産業廃棄物と一般廃棄物とでは許可の種類が違うんだよ。一般の廃棄物の許可を持っている業者が産廃の許可も持っているとは限らないし、産廃の許可を持っていても産業廃棄物の方は20社あったでしょう。その一つ一つに
それぞれ別な許可が必要で、自分たちが捨てたい廃棄物を持っている許可業者を探してお願いしなくちゃならない。リストは一般廃棄物と産業廃棄物の両方の許可を持っているので、ほとんどの事業ゴミは運んで処分することができるんだ。事業所のゴミの出し方は初めて聞くと複雑だなと感じると思います。すべてのゴミは許可制度で、許可を持っている業者でなければゴミを運ぶことも処分することもできません。簡単に言えば、許可は運ぶ許可と焼却や破砕など処分する許可の2種類です。しかし産業廃棄物の方は20種類もあって、それぞれに運ぶための収集運搬の許可と処分するための許可が必要になります。廃棄物の回収や処分を業者に委託する際は、必ず必要な許可を持っている業者かをまず確認してください。万が一あなたが委託した業者が許可を持っていない業者だったり、廃棄物を不法投棄してしまった場合、頼んだ側の事業者にも責任が及びます。排出事業者責任といって、事業活動によって発生した廃棄物の処理責任はそもそも事業者にあるという決まりがあるからです。オフィス、お店、事業所、工場で出るゴミをどう処理したらいいのかわからない場合は、ぜひリストに相談してね。事業ゴミの捨て方は、家庭ゴミとは分別方法も出し方も出せるものもいろいろ違うんだ。そういうややこしいお困りごと、お悩みごとの相談に乗るのもリストのお仕事です。ゴミのことで困ったらリストへ、ゴミのことで悩んだらリストへ、よろしくね。国立リストチャンネルでは、産業廃棄物の話以外にも国立市にお住まいの方にとって役立つゴミ情報もお伝えしたいと思っております。ぜひこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。